はいどうも、ビバです。今回はリスナーの皆様から募集したベタちゃんをひたすら紹介する動画です。その数なんと100匹、ジャスト100匹です。たくさんのご応募ありがとうございました。予想上回る応募をいただきましたので、動画をいくつかに分けてシリーズものにしています。各動画の最後に次の動画へのリンクがありますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画ではご応募いただいた写真とエピソードをご紹介していきます。飼い主さんの SNS アカウントがある場合は動画概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。それでは早速行ってみましょう。まずはじめは水巻貝さんちのキミちゃん。ダブルテールのオスで家に来たばかりの写真です。黒目が大きいベタが好きで一目惚れしてお迎えしました。黒目のベタね、可愛いですよね。僕も好きです。顔が白いから余計大きく見えますね。お次はハチドリさんちのシャーさん。ピンピン泳いで全然ピントが合わせられない。お迎えした初日、新魚探検中に隣にあるスカルのオブジェを発見して二度見しながら喧嘩を打ってた可愛いやつです。ちょっと戦う相手を間違えましたね。お次はウロコかわいやさんちの腹巻ちゃん。オスのプラカットです。先日新たにお迎えしました。名前の由来は腹巻きをしているようなお腹の柄だったので、フィルターの上に登り上がるわんぱくベタくんです。これだんだん色変わりしてったら、この腹巻きがどうなっていくのか楽しみですね。ナツさんちのキリコちゃん。彼はフレアリングをするときに開くエラの一部が濃い藍色で蝶ネクタイにそっくりなんです。石に隠しているはずなのに可愛く見えてしまうのが残念で、そこに一目惚れしてお迎えしました。フレアリングすると格売れおしゃれが垣間見えちゃうベタちゃんですね。マオタさんちのレッドちゃん。性格きついくせに餌の時だけ寄ってきてくれる。オスのベタちゃんだから性格のきつさは強さの証。この写真からも性格きつそうなのが伝わってきますね。ただそんなレッドちゃんも食欲には勝てない。ゆゆゆさんちのうなのさん。まさか落札するとは思ってなかったヤフオクのたった750円で購入できたベタさんです。同種と人間と割り箸が大嫌いで、どれを近づけても1フレーム以内に逃げてしまうほどのビビり。好物はエビです。1フレーム、戦いにおいては1フレームが生死を分ける。地方風さんちのさんちゃん。ベタを買いに行った時、プラカットハーフムーンがずらっと並んでいる中で1匹だけ混じっていたのがこの子で、短い尾びれでパタパタと優雅に泳ぐ姿で色合いがすごく綺麗だったので一目惚れしました。そっか、この子だけダブルテール、色合いが渋くてかっこいいですね。連帯保証人さんの恋ベタさん。お迎え直後に白癬病になりましたが、遠翼3日目で復活した強い子です。白癬病は辛いですね。でも無事復活されたということで、より強い子になって帰ってきたのかもしれない。いや、治療お疲れ様でした。さゆさんちのシロちゃん。お父さんベタの食卵から逃れ生き残った2匹のうちの1匹です。稚魚の時は白かったので名前はシロちゃんです。ベタの沼にはまるきっかけのお父さんの子供です。今はその子はいませんが、とてもとても可愛かった。ベタ最高ということで、食卵から生き残った奇跡の子ですね。クナムさんちのいちごちゃん。真冬の一番寒い日に届いてしまい、お迎えした時は瀕死の状態でしたが、必死になって温めて持ち直してくれました。クラウンテールの女の子で、今はとても元気に泳ぎ回って飛び跳ねてご飯を飲んでたりするおてんば娘です。口がご飯を干している、ナイスショットですね。ミヤネコさんちのツッキーちゃん。色味も顔立ちも一目惚れしてしまい、この子がきっかけで10年ぶりにアクアリウムに再熱してしまいました。一旦冷めてしまったアクア熱をこの涼しげな子が火をつけてくれたんですね。いや、ツッキーちゃんいい仕事をしました。土白山地のマメタちゃん。ヤフーオークションでお迎えしたベタくんです。体長が 3.5 センチくらいとすごく小柄で、泳ぎにキレがあって可愛かったです。去年お空に帰ってしまいましたが、長く一緒にいてくれました。泳ぎにキレがある、これだけヒレが大きくてキレがあったら、小柄とはいえ迫力あったでしょうね。ペンタさんちのベティちゃん。綺麗な赤色のスーパーデルタです。ベタが欲しいと思っていた時にちょうど熱帯魚さんで見つけてビビッと来てしまい、即お迎えしました。プリプリしながら近寄ってくるところが好きです。プリプリ、もうヒレが重たいからプリ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 泳いじゃう。ネコミサイルさんちのベタちゃん。お迎えした当日からベタ慣れで追いかけてくる可愛いやつです。こんなまっすぐな瞳で見つめられたら、飼い主さんもベタ惚れしちゃいますね。ベタ慣れベタとのイチャラブ生活スタートです。マグさんちのホムラちゃん。すごくシャイで必ず水草の隙間から覗いてくる、その姿にキュンです。このイケメンぷりでシャイな性格、これはギャップがたまらないですね。一体何人の人間を落としてきたんだい。アルデンさんちのアゴちゃん。去年の6月18日に生まれた子。たくさんの中で育ち、虫眼鏡なくても見えるようになった時発見。口が開いたままじゃん。他の子たちと大きさは全然違うけど、今も元気にしています。アゴちゃん、他の子に負けないで元気に育ってほしいですね。
クラポンさん家の2代目ちゃん、2匹目のダブルテールのベタさんです。また死なせると思い諦めて帰ったのですが、どうしても忘れられずお迎えしました。でも3ヶ月でお別れすることになりました。写真を選んでるとまた泣けてきました。短くてもベタちゃんとの大切な思い出は残ったんじゃないでしょうか。ゴンザレスさん家のペタコちゃん、ボトルアクアリウムで飼育しているメスベタちゃんです。水槽を覗くとこちらを見返してくるところ、時々水草の上で寝ているところ、光ベタをゴリゴリ音を立てて食べるところが好きです。どこで噛んだらそんな音出るんだっていう時ありますよね。光さん家の雪見大福ちゃん、娘から誕生日プレゼントでもらったベタです。人懐っこく他のボトルメイトにも優しい一方、やることはなんかコミカルなところが大のお気に入り。今は目があまり見えてなかったり、腫瘍が大きくなってきたりと、必ずしも元気とは言えないけど、それでも一生懸命生きてる彼に感謝の日々です。娘さんからの誕生日プレゼント、これは嬉しいですね。まさきさん家のピンキーちゃん、ずっと欲しいと思っててふと立ち寄ったショップで出会い即購入。これぞベタとの一期一会、その時その場所でしか出会えない奇跡ですね。リーチャロさん家の白井さん、ペットショップにベタすくいがあってそこでお迎えした子です。黒目が大きいダブルテールの可愛い子でした。袋に一匹一匹パッキンされてヨーヨーすくいみたいにすくう、そういうシステムでこんなに綺麗な子がいるんですね。これもまた運命的な出会いですね。のりさん家のもちおちゃん、熱帯魚屋さんに行った際に一目惚れでした。色はスーパーホワイトで、買った時期が年末だったということもあり、もちおと名付けました。このお写真見てると柏餅みたいに見えてきますね。もちおちゃんも分かってやってるのかもしれない。ゲシュさん家のカスミンちゃん、カスミンは目の下が白くてうるうるしてるみたいで可愛いとこがチャームポイントです。確かに涙溜めてるみたいで可愛いですね。これで餌ねだられたらちょっとたまんないですね。レオさん家のおちょぼくん、ラベンダーカラーとおちょぼ口に一目惚れしてお迎えしました。名前を呼ぶと近寄ってきます。名前呼ぶと近寄ってくるんだ。おちょぼくん、はいみたいな、可愛いな。ルイさん家のワルツちゃん、初めて買ったベタです。おかじりをしますが本人至って元気で、もう少しでお迎えして1年になります。ツイッターではワルさんの名称でいろんな方に助けられています。ワルさん、飼い主さんだけじゃなくていろんな方に愛されてるんですね。千尋さん家のグラナちゃん、一目惚れ、もうシンプルイズベストですね。一目惚れ、それ以上の理由はいらない。この子を迎えしたのはただ一つ、一目惚れ。勝部隆二さん家のベタちゃん、この子はオスメスの判別ができない幼魚でお迎えしたベタちゃんです。なので名前はまだないですが、とにかく仕草が可愛い。指を入れたり掃除中も何って感じで寄ってくる。やっぱたまらんす。ベタコミュニケーションはたまらないですね。ホタさんさん家の小沢さん、いつもガラスの蓋と鼻間で写真のように絶妙な体勢で寝ております。それが可愛くてツボ。あとこの写メ撮った時たまたま半目で寝てて、それも可愛すぎたので笑っちゃったので、ぜひ見てください。名前が小沢さんなのは雰囲気です雰囲気なんだ。寝る体勢も寝ぼけ具合も絶妙ですね。オカビーチさん家のおはげちゃん、おはげちゃん、青と黄色の見事な色に惹かれました。胸びれの先っぽがちょっと白いのがチャームポイント。いろんなところに無理やり突っ込むので、よく頭にハゲができています。あー、それはハゲちゃうね。ナス1506さんのひょっこりはんちゃん、ビパラジ写真部で取り上げていただいたベタちゃんですが、すっかりピンクに侵食されました。色変わりはベタの得意技ですもんね。これもベタ飼育の楽しみの一つ。トトさん家のビビちゃん、お店に買いに行った時にずっと自分のことを見てきて、運命だと思いお迎えしました。どの子にしようかなって悩んでたら、僕を買ってよ、君に決めたみたいな、そんな感じでしょうか。ヒカルアット金魚鉢 TV さんのネプチューンちゃん、ヤフオクで昨年秋頃購入したプラカットブルーリムのネプチューンです。たらこ唇がチャームポイントで、家族からはお化け湯と呼ばれている我が家のイケメンです。ベタコンにエントリーする予定だったのですが、体調を崩しエントリーを諦めた子です。薬浴の影響か青が突然入り、今のカラーになりました。この青色もかっこいいですよね。バチリスクさん家のナミエちゃん、マットな水色がお気に入り、完全一目惚れです。値段が高かったので一旦店を出るもまた店に戻り購入。ベタを買うのに冷や汗が出ました。あれ、あのお客さん戻ってきたぞ。お、買うのか買うのか、お買い上げありがとうございます。はい、というわけで今回はご応募いただいた100匹のベタちゃんのうち33匹のベタちゃんをご紹介させていただきました。まだ3分の1しか紹介できてないんですけど、盛りだくさんですね。色とりどりのベタちゃんを皆さん愛情を持って撮影してくださってるので、とても良い動画になったんじゃないかなと思います。この動画の最後に次の動画の紹介が出ますので、残り67件のベタちゃんについてはそちらのリンクか動画概要欄のリンクからご覧ください。また飼い主さんの SNS アカウントお持ちの方については動画概要欄にリンクが貼ってあります。
YouTube チャンネルお持ちの方や Twitter、Instagram のアカウント持ってる方いらっしゃいますので、気になるベタちゃんがいた方はそちらからチェックしてみてください。それでは引き続き次の動画をお楽しみください。